はいどうも秋田県です。京都後編ということで、まずは京都駅近辺のセカンドストリート、京都駅八丈口店さんへ行ってまいります。今回はどんなスニーカーに出会えるのでしょうか。気になったものをピックアップしていきます。店内入るとこんな感じです。入り口すぐ右横のスニーカーから見ていきましょう。まず1足目がカレッジカラーのダンクロー、ネバダ大学 AKA ウルトラマンダンクです。ビートルトユアスクール、ダンクの歴史の始まりの8足のカラーのうちの1足、少し履いた程度ですかね。全然綺麗です。いい色ですね。続いて玉虫色に反射するリフレクティブ素材で覆われた珍しい AJ1。 通常時は見ての通り黒っぽい色なんですけど、光が当たると玉虫色に色が変わります。アウトソールはクリアタイプで、ヒールの文字はコードですかね、アルファベットと数字が刻印されております。続いて2017年末に3色で登場したうちの1足です。 Air Force 180 NBA で活躍したスター選手チャールズ・バークレー AKA 空飛ぶ冷蔵庫が着用したことで知られているモデルです。状態もものすごい良くて、定価の半額くらいの値段、あんまり街では見かけないですので、かぶりづらくていいですね。入り口はこの辺で終わって、さらに奥へと進んでいきましょう。ここもすごいですね。京都前半と比較するとコンパクトな店舗なんですが、もうびっしり洋服でしたりスニーカー、ブーツ、カバン、いろんなアイテムが取り揃えられております。非常に見応えある店内。では次のブロック行きましょう。ジョーダンスパイジーク、2014年の品ですけど驚くほど綺麗です。エアジョーダンシリーズの CM を撮影した映画監督スパイク・リーが過去に手掛けたエアジョーダンシリーズの CM と同じく AJ3 や4、5、6などを掛け合わせてできたハイブリッドモデルでございます。どのパーツがどのジョーダンのものなのか見ていくのも楽しいモデルです。2020年発売の AJ3、 アッパーがクロコダイルレザーのデザインと、トゥー部分にはパイソン調のレザーがあり、野生味を感じる一足です。ヒールタブのイエローが目を引きますね。2019年に出たアニマルインスティンクトとは全く異なります。皆様はどちらがお好きでしょうか。2019年に出た SB ダンク、 AJ11 のスペースジャムを再現した一足です。 AJ11 といえばパテントです。そしてパテントで話題になったのが今年頭に出たブレッド、こちらの動画でご紹介しております。次のゾーンを見ていきます。いろんな種類のモアテンがぎっしり。ピックアップしたのが2020年に出たモアテン、ブルーと黄色、フェルメールカラーで彩られた一足です。夏っぽい配色、今の季節ととても合いそうです。はい、1店舗目はこんな感じでした。京都駅近くなのでぜひこちらも行ってみてください。で、次に京都行くならここ行ってみなよって言われた飲食店に行きたいなと。京都駅からバスに揺られ4、50分くらいでしたかね。目的地は一乗寺木の本町。無事着きました。バス最近はあんまり乗らなかったので新鮮でした。で、降りたらまさかのジャンブルストア、マジで二度見しました。本当はもうさっきの店で終わりの予定だったんですけど、持ってますね。飯しばいたら最後あの店見に行きます。で、見えてきましたよ。好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。1971年に木村勉氏が勤めていた会社が倒産して、廃材から友人に作ってもらった1台の屋台から所持金 3.7 万でスタートし、今や全国に236店舗、これを木村さん1台で築き上げました。すごいです。天下一品総本店です。天一の紛れもない第1号店がここにあります。ここでしか食べれないメニューもあるそうで楽しみです。お邪魔いたします。ここが聖地です。高校野球でいう甲子園、スラムダンクでいう鎌倉高校前の踏切。僕もまあ昔からラーメン好きでして、ただ北海道に天一がないんですよ。東京で初めて食べた時びっくりしました。よく聖地はやはり味が違うと聞いていたので、行くしかないということでやってまいりました。ルナシーの杉蔵さんも好きなんですね。メニューがこんな感じです。天下一品といえばそうです、こってりラーメン、これを本店で行かせていただきます。
スープは豚ガラや牛ではなく鶏ガラと野菜合わせて11種類ほどの食材を長時間煮込んで作られるスープで、類まれなドロドロ系、これが多くのファンの胃袋を掴んで離しません。そんなこってりラーメンを含め3品を注文させていただきました。楽しみ。まず来たのが豚重、うまそう。そして牛すじです、これも美味しそう。そして真打ち登場、これが天下一品総本店のこってりです。どうでしょう皆さん、牛、豚、鶏全員集合ということで、本当に夕飯時に見てる方には申し訳ない、もう男性諸君は目がランランと輝いてしまうメニューでしょう。これはもう、さてまず主役の麺をいきましょう。私犬ですけど猫舌なのでちょっとバウンドさせて、冷ましてます。天一のスープは凄まじい粘度なので厚さのキープも持続性があるんですよね。しかし天下一品の麺は長いです。それではいただきます。うん、まっ、激うまっすわ。次にスープいきます。鶏と野菜からできてるなんて信じられますか。このスープ九条ネギとともにズルズルズルっと。スープも最高。次豚汁いきましょう。甘めのタレが柔らかい豚肉と合わさってたまりません。下のご飯にもタレが絡んでて最高です。お次は牛すじ、これも美味しいです。ちょい辛の味付けで牛の旨味がしっかりと感じられます。そしてこの辺でアレンジやっちゃいましょうか。この牛すじをラーメンにトッピング、もう一個追加してこれをすすっていきます。これはぜひ行って試してみてください。続いてもっとすんごいことしましょうか。この鶏と野菜の旨味の塊スープを豚重にかけちゃいます。天一総本店で豚と鶏が出会った。中学生ぐらいの食欲に戻って一心不乱にがっついちゃいました。もう周りが見えなくなるうまさ。そして次はもう分かりますよね、牛すじをイン、鶏、豚、牛の三つどもえの攻防が口の中で繰り広げられます。最高。最後の一すすりまで味わっていただきました。というわけであっという間に完食です。ごちそうさまでした。こってりの味本当に総本店違いましたね。どう違うかはぜひ行って確かめてみてください。北海道にも出してほしいですね。いやー美味しかったです、大満足でした。またぜひ行きたいです。はい、で次のお店が関西編最後のお店です。ラストスパート行きます。もともと存在をガチで知らずにたまたまバス停降りたらあるという、もうこれは神様が最後行ってきなさいと背中を押してるようでした。ジャンブルストア京都白川通り店、関西編最後の地ではどんなアイテムが見れるのか、では早速行ってまいりましょう。お邪魔いたします。で関西編最後の最後に超大型店舗です。見応えありそうですね。では一発目はアニマルモチーフの一足、ダンクローゼブラ鼻息荒いシマウマモデルです。パッと見そんなにアニマルっぽくなくて白黒のモノトーンで大人な作りになっております。続いて17年のモデル、 SB ダンク生誕15周年記念で過去の名作モデルがリバイバルされた時の一足です。2002年にナイキ SB のライダーリース・フォーブス提案のスウェードのワークブーツからインスパイアされたデザインの一足、通称ウィート、その反転カラーの一足です。アッパーが贅沢に3色のスウェードを使用しております。めちゃくちゃかっこいい。にしても広すぎてこれ1日入れますよ。続いて2020年の AJ6、 有名なアニメキャラクターバックスバニーを表現した一足、びっしりグレーの毛で覆われていて絨毯などところどころアクセントとしてピンクが可愛いです。ヒールサイドにスタイルコードが配置されております。2017年リリース AJ6、 先ほどの AJ1 でもありましたがカメレオンという名の通り光が当たると色合いが変化する素材が用いられております。見てください、状態ですし驚くべきことにこれこの値段から3割引きですって。
お買い得すぎます。同じく2017年リリース、ジョーダン5サテンブレッド。アッパー全体がサテン生地で覆われていて、独特の光沢が好き嫌い分かれると思いますが、僕は好きです。結構サテンの AJ1 履いてます。これはかなり珍しい一足じゃないでしょうか。2009年、エアジョーダン7のシカゴブルーズカラーとオーランドマジックカラーの2足がセットになったディファイニングモーメントパック、そのうちのオーランドマジックのカラーを落とし込んだ7です。かなり昔の掘り出し物ですね。これも3割引、価格がぶっ壊れてます。もっとゆっくりいろいろ見たい。今日一発目に出たネバダダンクのオフォアコラボバージョン、そしてトラビスコラボの2足、 G ドラゴンとのパラノイズとクオンドワンもあります。どちらも新作のリークが出てきてますね。楽しみです。そしてちょっと小さいですけど、フラグメントコラボの AJ3、 キムタクがインスタ載せてて履いてましたね。3だと個人的には5本指には入る好きなモデルです。ナイキの T シャツゾーン、たくさん置いてあります。ポロシャツやシャツですとか、色とりどりたくさんのアイテムが置いてます。ものすごい圧倒的物量です。はい、続きまして2016年末発売の珍品、通常ウイングマークがある部分にエアジョーダンの文字が入ってます。後ろのナイキエアも新鮮です。色もかっこいい。2018年に出たミッド、これカラーいいですね。アメリカのスポーツ週刊誌スポーツイラストレイテッドの名を冠した一足。ジョーダンは通算50回もその雑誌の表紙を飾ってて、この記録は過去最高記録のようです。その雑誌のカラーリングを落とし込んだ一足。余談ですが、大谷さんも表紙を飾ってます。同じ日本人として嬉しくなりますね。いや、しかししつこいですが、本当に広い店舗です。次は何が見れるのか。エアマックス95のボルド、これは何でしょう。なかなか探してもわからなくて、バイユーでしょうか。ご存知の方いたら教えていただけると嬉しいです。しかし色いいですよね。ボルド一色なんですが、95お得意のグラデーションがあって品があります。一歩間違うとあれかもしれないですけど、かっこいい。2017年リリース、ちょっと使用感ありありですが、バチバチにイケてるモデルで関西編締めたいと思います。アッパーはリフレクター素材を使用していて、光が当たると光って迷彩柄がくっきり浮き出るギミックになっているようです。またヒールがかっこよくて、普通と違うこのお尻、そこにしびれる、憧れる。最後までいいもの見れました。スターウォーズの T シャツ、右側の雰囲気あってかっこいいっすね。そしてアロハシャツなんかもカラーや柄、いろんな種類置いてありました。どれも普通にかっこいいですし、めちゃくちゃ安い。本当にセレクトいいです。そしてこの天井に吊るされた T シャツたち、これにもやられちゃいましたね。見すぎちゃってもう少しでバス乗り過ごして帰れなくなるところでした。ミュージシャン系やらムービー系やらカレッジ系ですとか、いろんなの置いていて、まあ、おそらく定期的に変わると思うんですが、どれもチョイス良くてかっこよかったです。スニーカーはもちろんなんですが、こういった T シャツを含めアパレル関係もですね、気に入った商品おそらく見つかるんじゃないかなと思います。でも本当に大きい店舗なんで、近場の方はぜひお休みゆっくり時間がある際にですね、アイテム探しにぜひ行ってみてください。はい、ということで京都編最後のお店でした。いやー、ちょっとバスの時間ギリギリで少ししか入れなくて、帰りの時間ケツカチンだったのが悔やまれます。もっとゆっくり見たかった。絶対また行きたいなと思います。はい、ということで秋田県トラベル関西編スニーカー関連はこれにて終了です。振り返ると約1ヶ月間お付き合いいただきありがとうございました。いや、3日間の滞在だったんですけど、とても楽しかったです。この後関西編旅の総括的な動画出させていただいて終わりたいと思います。大阪京都本当に最高でした。ぜひパート2もいつか行いたいと思います。というわけで今日の動画が良かった方はグッドボタン、コメントお願いいたします。このチャンネルは秋田県がスニーカーを中心に好きなものを紹介するチャンネルです。
今後も有益な情報をお伝えしてまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。大阪そして京都、ありがとうございました。バイバーイ。